さあ、これ絶対さ、この機械が動き出すと思うんだよな。あ、なんかあるわ。うわ、これさ、なんか初見殺しのやつじゃない？確か。死こそすべて。多分あれ取ったらやばいよな。鍵がかかってる。兜の紋章。いや、取ってみる？取ってみるか。はい。これを取るしかないよな。館の鍵。で、どうなんだっけ？これ。待って。あー、やばいんじゃない？やっぱり。どうすんだっけ？どうすればいいの？ちょっと待って。使う。はい。おとなしくして。ダメや。なんかこれダミーを持ってこなきゃいけないんじゃないか。そういうことだろ。まだ取れないってことや。鍵のダミーなんてなんかあったっけな。とりあえず左側も全部見たな。右側行ってみっか。とりあえずもう右側見るしかないよな。左はもう見終わったと思うんだよな。あ、待って、これ確か犬が出てくるんだよな。ほらほらほら、やばい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 。待って、犬入ってきたんだけど。待って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 、危ない危ない危ない。ちょっとあれ、入ってくるもんだったっけ。くそ、無駄にやっちまったぜ。これはこっちかな？こっちも行ける？鍵がかかっている剣。やばい、行き詰まってきたぞ。次行ける場所ったら、こことかは？あ、行ける。何この扉、おしゃれやな。何？なんか変な音するけど、大丈夫？虫、ただの虫だよな。大丈夫か？なんか虫のゾンビなんかいないよな。墓なんだけど。絶対ゾンビおるやん。反対側から鍵がかかっている。なんかキラキラしてんだけどな。やばいって、もうマガジンが全然なくなってきて。あ、なんかある。なんだこれ。ショットガンの弾今持ってないからいいわ。ショットガンどこで手に入れてたっけ？おー、犬鳴いとるぞ。天使の絵が彫られた墓がある。あ、ここに矢を持ってこいって感じか。めんどくせえ。戻んなきゃいけねえわ。矢を使えとね。オッケーオッケー。あ、あったあったあった。これこれこれ。これが必要なんだよ、絶対に。はい、取ります。あ、待って、弾落ちてんじゃん。ラッキー。さ、矢をゲットしたし、あっちに戻るか。ここだよな。毎回さ、このさ、ちっちゃい頃から初代バイオハザードをやるたびに思うんだけどさ、積みゲーにするのが嫌いな男だからさ、なんでこんな怖いゲームをさ、やり始めてしまったんだろうって。今、ホラーゲームあるあるなんだけどね。やり始める前まではさ、楽しみにしてね。やり始めてからめっちゃドキドキしてんだよな。なんで俺こんなんやり始めちゃったんだろうみたいな。このままではくぼみに入らない。え？マジ？どういうこと？ちょっと調べるか。調べる。拡大。ダメ？あ、野獣の部分取れるって。あ、そういうことか。して、これを使うのね。これを使うと。どうよ。あ、入った入った入った。綺麗な宝石やな。開いた。なんか蛇とかおらんかったっけ？なんか変な音する。何の音？大丈夫か？ずいぶん長い階段だな。あ、なんだこれ。デスマスクみたいなやつじゃない？目に穴の開いた石像がある。目、鼻、口に穴の開いた石像がある。これは？鼻に穴の開いた石像がある。口に穴の開いた石像がある。ん？どういうこと？うわ、なんかあるぞ。なんだこれ。石像のくぼみに本がはまっ、なんだ？呪いの書？ちょっと呪いの書読むか。調べる。なんか使うのかな？あ、待って、あった。なんか鍵ある。はい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 。館の鍵。あ、読めるようになった。呪いの書。誰かに宛てたメッセージが記されている。4つの仮面、すなわち口なき仮面、鼻なき仮面、目なき仮面。すべての仮面が揃うとき、災いは再び蘇る。ダメじゃん。
鍵ゲットしたね、とりあえず1個目の。あ、待ってよ。何の鍵だ？これ見れるんじゃない？あ、見れる。剣の形が刻まれてる。剣。剣。あれ、剣ってどこだったっけ？でもなんか、鎧と剣ってあったよな。いけない場所が。とりあえず、ここショットガン弾ね。覚えとこう。外にショットガンの弾。てか、バリーが全然おらんくなってるよな。どこ行ったんや。普通、女性の隊員を一人にしないだろ。何？なんか声すんだけど。何？何の声？何の声？あ、カラスおんだけど。やばいやばい。カラスもゾンビだったりするからな。窓開けてっから。あいつら襲ってきたら強えんだよ、なかなか。で、確か、こっちじゃなかった？ここで2枚ぐらい、扉があって、鎧と剣だったはず。こっちかな？ここは？あ、違う。ここか。あ、合ってた。よし、オッケー。もう剣の場所ってあったっけな？他にもなかったと思うけど。新しい場所行けるようになったね。あ、待って。キーピック。待って、敵いるな、これ。うわぁ、いるけど、ちょっとこっち漁るか、先に。何の扉だ、これ。そっと。これ、どこだ？どこの外なんだろう。敵いないよね、大丈夫？うわぁ、なんか、犬とか出てきそう。まず、あっち漁んなくて大丈夫かな。はい、ここも行ける。お、どんどん着々と進めるようになってきた。オッケー、オッケー。あれ？あ、ここに出るのね。あー、なるほど。オッケーオッケー。ショートカットの道が作れたわ。でもそれだけなんだね。特にそれ以外は関係ないって感じか。こっちに敵いるんだよな。どっちにいるんだ？こっちかな。あ、いるわ。あ、オッケーオッケー。一発一発。で、絶対来ちゃうから、急いでやんないと。やばい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 。タガネ、ナイス、オッケー。タガネ、ぶつかっちゃった。やばい、上がってきてる。当たってる？当たってない、当たってない。よし、降りて、落ちて、落ちてくれ。頼む。ちょっと。おー、顔が、もげた。これは、もうナイフ刺さんだよな。タガナイフも使っちゃったよ。これ結構レアなんじゃないの？カブトね、ここは。この奥は？あ、いける。いろいろなとこ行けるからさ、マジで場所覚えれないんやけど。あ、これがここに戻るって感じか。あー、なるへそ。じゃあちょっと下降りてみるか。この下ね。ヘッドショットで倒せたら敵がもう出てこないって感じなのかな。今いなくなってたな。いるわ。いたわ。ここの扉は、あ、何これ。死体処理に関する諸注意。あの化け物どもに関する真実が分かった。奴らは死体になっても復活するのだ。ただ対処法がないわけではない。奴らを復活させない方法は2つある。死体を燃やす、頭部の破壊。生きる意志のある者にこの洋館の 1F にオイルを用意しておいた。それぞれで必要な分だけ持って行って生き残る道具として使ってほしい。着火する道具から自分たちで何とかしてくれ。ライター、ライターがないと。何これ。何かの結晶が置かれている。まがまがしい色したものが多い。あれ、結晶なんか使うよな。ここか。なんかリチャードみたいなのがいるんだよ、確か。結晶、ここ覚えとかないとダメだな。オッケーオッケー。とりあえず、うわー、なんだこれ。こういうのを見てっか。あ、見れないわ。中には清掃用品。かすかに一周。これ、待って、鏡からパリンってくんなよ。大丈夫か。キーピック。あ、やっとキーピックを使ったってちゃんと言ったわ。キーピック使わないと入れない部屋ってどんな部屋やねん。あ、ここにオイルがあるのね。お、インクリボン。ナイスナイスナイス。はしごがあるな。何これ。バッテリーパック。待って、これはショットガンじゃん。あ、待って、ショットガンが欲しい。すごい欲しい。ちょっと待って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 。
ショットガンを取りに行くか。何置こうかな。宝石とか置いとくか。鍵も置いとこう。また使うときにやろう。これ、エンブレムも置いとこう。オッケーオッケーオッケー。いいね、ショットガンゲットしたらさ、あれも取っときたいな。よし、物置いてきたからショットガン取れるぞ。壊れたショットガン。え、壊れてんの？マジ？使えないじゃん。別の使い方？めっちゃ喜んでたのに俺。マジか。あとライターが欲しい。ライターがないとさ、ちょっと敵来るかもしんないから。鎧？あれ、もう剣使う場所ないかな。頭を吹っ飛ばすか燃やすだからマジでライターが必要なんだよな。あとは壊れたショットガンだよな。どこで使うか。見てないところはたくさんあるから、ちょっと待ってよ。あっちの右側もちゃんと漁るか。まだ漁ってないもんな。こっち側こっち側まだ見てないね。あ、ここも剣の鍵じゃん。よし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 、いろいろ使い道あんな。持っててよかった。できるか、大丈夫。役に立ちそうなものは見当たらない。ダメか。ここは鎧も結構あるね、使う場所。ここは鎧の紋章。これは木でできた台紙。あれ、これさ、なんか火で炙ったりするんじゃなかったっけ。確かそんな気がするんだけど。まず扉2つあるな。行ってみるか。ここはいけない。奥かな。したら、はい、いけるいける。なんだここ。これ以上持ってません。なん、角笛みたいなやつか、これ。こんなん持ってもゾンビ来るよな。なんかある。あ、ライト、あったあった、ライトあった。危な危ない危ない危ない。ちょ、待って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 、ちょ、お前出てくんな。ちょっと、やばいやばいやばい、危ない危ない危ない。ちょっと、危な、ちょっと出てくんなよ。ちょっと、危ねえ。まだ声がするまだ声がする。ドアノブが壊れた。マジかよ。やばいとこ来てしまった。ちょっと待って待って、こっちは、あ、鍵開いた。よしよしよし、近かった。マジで言葉が出んかった、ビビって。あ、ここ、あ、これでこっちに戻ってこれるって感じか。ちょっとアイテム置きたいな。ライター取りたいな。ここアイテム結構あんだよな。あ、なんかある。植物学について、薬効を持つ植物について、人類は太古から様々な植物を用い傷や病を癒してきた。本書ではこの薬効を持つ植物の例として、アークレイ山地周辺に自生する3つのハーブを取り上げ、その概要を述べたいと思う。アークレイ山地周辺に自生するハーブには緑色、青色、そして赤色のものと3つの種類が存在し、それぞれに異なる薬草としての効用がある。緑色のものは人の体力を回復させ、青色のものは動物などから抜けた毒を、消すことができるといった具合だ。ただし例外的に赤色のものは単独で用いても何ら効果を生み出さない。薬草は古くから調合することで様々な効果を発揮してきた。例えば緑のもの同士の調合はわずかだが、回復の効果が上がることが確認されている。もしかしたら赤色のハーブも調合で何らかの効能が現れるかもしれない。確か赤が全回復みたいな感じだもんね。物を置ける場所ねえか。ねえな。じゃあもうちょい探索するか。したらこれ下にも俺やんな、きっと。あ、いるわ。いらっしゃいますわ。はいはいはい。あぶね、2発で死んだ。はい、起き上がんなよ。おい、倒れろ。よし、オッケー。ゾンビ倒してもさ、あのアイテム落ちないのがホラーよな。ここ、ああ、物置ける。あ、置ける置ける。ちょっと待ってよ。壊れたショットガン置いとくか。これ何？携帯用燃料ボトル。あ、これで、灯油入れるってことか？そうじゃない？ 0 から2になったもんね、今。燃やしまくるか。ちょっと待ってよ。まずここの2体燃やそう。あ、ドアノブが。ライターがこっちにあるはずやね。この角笛も取りたいんだけどね。マジでアイテムが多すぎてさ。これは調べるか。左
火遊びに注意、ジェシカより愛を込めて。ジェシカって誰やねん。でもこれちょっと組み合わせてみっか。あれ？いらないのかな。とりあえずここに死体があるはずだから、これにライターを使ってみるか。はい。あれ？ライターで燃やすんじゃないの？え？なんで？ゾンビ燃やせないんだけど。ライターさえあれば使えると思ってたんだけどな。ちょっとこれでライター。ダメ？マジで。これなんだ？あ、待って、開くやん。中には何も書かれてない。紙が貼り付けられている。もしかしてライターだけじゃ燃えないから、これを使うって感じ？あ、そういうことや。危ない危ない危ない、燃える燃える。あ、このオイルで燃やすのね。なるほど、これで大丈夫ってこと？本当か？死体は残っとるぞ。もっと黒焦げにしないと。はい。どうよ。ああ燃えた燃えた。オッケー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 。あれでいいってことなんだろうな。こっちまだ行ってないから、あとこっち行ってみっか。ドアノブが取れ、絶対行けなくなるやん、また。まあでも行くしかねえもんな。ハンドガンの弾はめっちゃあるからさ、最悪敵が来ても棚の。ああ待って、ここ静かな場所やな。こっちは大きい扉から行っちゃった。やばいかな。何？大丈夫？敵は？いない？めっちゃいろんなとこ行けて、もうわけわかんなくなってる。頭の中が。なんやねんこれ。これ絶対入ったら終わりじゃない？やばいよねきっと。なんか上から屋根が落ちてくるみたいな感じな気がしたんですけど、違う？気になるところは何もない。あ、インクリボンある。あ、待って、ショットガンあるで。あー、これ壊れたショットガンをここに置くんかな。そういうことか。なるほど、少しずつ分かってきたぞ。壊れたショットガン、物取ってくるか。まあショットガン手に入るのはマジ激アツよな。ただ取ったらなんかこれ来ちゃうとかじゃないかな。大丈夫？取って何もないことなんてないと思うんだけど。あ、待って、タガーナイフあんじゃん、ここに。あぶねー、ちゃんと見ていかないとな。 OK で、これを取ると、はい、で、ここに壊れたショットガンを使うと。 OK で、大丈夫ってことでしょ。わー、頭いいよ。ちょっと冴えてんじゃない。まあ、ショットガンゲットしたからな。なんか強い敵来そうな気もするけど、なんかまだ目的なく洋館漁ってるからね。どこ行けばいいとかも全然、あ、なにこれ。線を抜いてみっか。よう、でもこんな水の中に手入れるわ。うわ、びっくりした。うわ、来た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 。やべえやべえ。ちょっと早く頑張ろうぜ。うう、ギョボ入ってるわ。あ、ちょ、ジル、そんな近くダメやって。踏みつぶせ。オッケー。よし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 。美人だよなマジで、このHD シリーズのジルは。ゲボ入っちゃった。あ、待って、タガーナイフ。オッケー。で、こいつも燃やしといた方がいいかな。でもここもう来ることないよな。でも来たと、間違って来ちゃった時にあれだよな。こんな至近距離で襲われたくないから燃やします。オッケー。あとアイテム、アイテム何もないの。あ、マジこれだけ。マジか。じゃあ戻ろう。あ、これ何、これキーピック。こんな、なんか一番難しそうだぜ入るの。鍵絶対必要そうなのに。なんか足音聞こえる。何、犬がおるやん横に。マジで、お、めっちゃ犬いる。待って、めっちゃ草ある。植物用の薬品取っとくか。あ、ここにもボトルがあるのね。ここが薬草めっちゃあるって感じか。薬品取って、ここに薬草めっちゃあるね。オッケーオッケーオッケー。ただ薬品使うような場所なんてあったっけな。こっちは何これ、扉近。お、まだ来たことない場所だな。うわ、何何何何何、やばいやばい。ちょっと危ない。一体だけか。
ちょっとびっくりするからやめて。これも燃やすか。はい。あれ？犬は燃やせないの？犬は燃やせないの？確かに、まあ、かわいそうか。これなんか押せるな。なんか押したらある？あ、なんかあった。あ、オッケー。めっちゃ弾手に入ってる。まだ敵出てきそうだな。これは押せない？これは押せないんだ。はい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 。やばい。ちょっと、来んな。オッケー。よし、もう大丈夫か。これは押せない？あ、押せる。いろいろ押せるな、マジで。押してアイテムを取るって感じか。オッケー。ビビったー。で、こっちは？鍵がかかってる。剣の紋章。あ、やべえ、剣の鍵置いてきちゃった。めんどくせえ。戻るか。そういえば、こっちもまだ見てないか。あ、見てないな。ドアノブにスペンサー家の紋章が刻まれている。あ、ばば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 ば
あぶねえ。おお、全然倒れなかった。倒れて、ね、倒れて。オッケー、めっちゃ弾使った。ちょっとお前は強そうだからライター使おう。はい。じゃあな。よし、オッケー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 。こっちは鎧ね。あー、ここ何？あ、なんか知らんとこ行っちゃった。俺一回剣の鍵取りに行かなきゃいけないのに。外だね。犬出てきそうだな。なんだ、やばい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 、痛い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 。ちょ、離せこの野郎。ちょっと待って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 、ちょっと OK。 はい、やった。あ、やったっぽいな。 OK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 。 これは何、これくぼみに何か記されてる。呪われた棺を暴いたもの。あ、あそこか。デスマスクみたいなところか。デスマスクを暴いたらここに戻ってくるって感じね。オッケーオッケー。うわー、ただ犬に襲われただけだ。